和光市内埼玉県道88号和光インター線は埼玉県和光市広沢から白子4丁目を結ぶ県道である。埼玉県和光市にいくら1丁目の埼玉県道236号新倉くわらび線との接続交差点付近を境として南半分が東京外環自動車道と並行しており北半分は和光市の新倉地区、白子地区を縦断する。 国道298号は、建設時の住民との協定で、和光市松の木島交差点で集結しており、以南が和光市道、522号線、524号線、528号線、529号線と東県道で構成されている。道路管理者によって、道路の見た目に多少の違いはあるものの、実際には一続きの道路である。 地図によっては、東県道を含む国道254号以北がすべて国道298号として記されている場合もある。県道88号和光インター線は、新倉港湾付近から国道254号までの区間はアップダウンの激しい区間を含む。このため冬季に、降雪、積雪で道路凍結となった場合は一部通行止めとなる場合がある。起点は、 国道254号との交差部である、理科学研究所サイモン交差点より少し南側の和光インターチェンジの出口、入り口付近である。起点の和光市広沢付近には、理科学研究サイモン、ホンダ技術研究所や和光市広沢公民館が立ち並ぶ平坦な区間である。この先の第三小学校前歩道橋交差点で、県道109号新沢交線と交差し、 当該交差点より北側は住宅街となる。東武鉄道のアンダーパス付近で和光インターチェンジと分離、合流する。和光インターチェンジを抜けると急な上り坂となり、県道二百三十六号、新倉わらび線と合流する。県道二百三十六号、新倉わらび線の先で、県道は右に折れ、直進は市道五百二十八号線、五百二十九号線を経て、 松の木島交差点に至る。右に折れた県道は、谷中川、谷中川排水路に向けて、下り坂となり、新倉小学校付近を頂点に再び下り坂となる。新倉交番付近で平坦となり、その先の交差点で松の木島方面と白子4丁目交差点方面に分岐する。いずれも、県道88号は高インター線として認定されている。 交差点から西、松野木島方面へは、約300メートルほどの区間は、平成28年4月15日付で、主導378号線から県道88号、和光インター線となった。一方で、交差点から、東、県道68号練馬川口線までは、約2キロメートルある。松野木島交差点から白子4丁目の区間は畑や 資材置き場が立ち並ぶ区間であり、和光市の裏街道との様相を呈する。東剣道は白子川の手前で左に折れ、南進の後、県道68号練馬川口線に合流する。和光インター入口付近、新倉交番付近では、道路区域内に和光市側溝蓋がある。ありがとうございます。